倉屋山本は、大阪府大阪市中央区に本社を置く昆布の加工、販売会社である。創業は、嘉永元年の老舗。小倉昆布こと、松原久七から、のれん分けを許された、初代、山本利助が、新町橋小倉屋として独立。後、小倉屋山本と社名を変更し、現在に至っている。なお、現在使用されている、店のマークは、本家の商標に、小倉の象徴であるもみじをあしらった、のれん分けの経緯を物語るものとなっている。作家の山崎豊子は三代目、山本利助の実前にあたる。小倉屋、山本の総本家である、松原久七は、天保時代に、瓶漬け湯商の奉公人として奉公していたが、鹿が、和子荘伝であったため、近隣にある、昆布問屋に目をつけ、昆布商を創業する。さらにのれん分けを許された、初代、山本利助が、嘉永元年、大阪新町橋のたもとに、新町橋小倉屋を立ち上げたのが始まりである。大正から昭和にかけて、当時、登場したばかりの百貨店の食料品べとも取引を始める。大阪大空襲で全焼した店を復興するにあたり、屋号を小倉屋山本と改名する。昭和24年には小倉屋山本の看板となる塩吹き昆布、えびすめを発表。やがて山崎豊子の小説、のれんが映画化され、知名度が上がる。昆布本来の旨味。昆布の新生を届けるという理念のもと、小倉屋山本は昆布以外の海産物への展開をあえて行わず、昆布一筋の姿勢を貫いている。北海道道南産の新昆布。その中でも、白口浜天然新昆布、黒口浜天然真昆布の2種類を多用。昆布漁の最中には何度となく、産地を訪れ、その年の出来を見極めながら、総生産の約 40% を小倉屋山本一社で仕入れている。しかしながら、天然物の出来不出来は気候などに左右され、年ごとにばらつきが出る。これらを補うために、三代目、山本利助が養殖事業を援助。その後、浜にて研究を重ね、安定供給が実現された。三代目、山本利助の実前であり、幼い頃から船場で育った小説家、山崎豊子。諸女作、のれんは、生家の小倉屋山本がモデルとなった昆布屋を舞台としている。明治の後半に、淡路島から出てきた15歳の愛らが、大阪船場の昆布商、浪速屋で、無我夢中に働き、丁稚から、手代、番頭へと昇格。やがてのれん分けを許され、商人の命であり、心の拠り所でもあるのれんを守りながら、親子二代が商売に勤しむ様が生き生きと綴られている。森重久彌主演の映画化のほか、テレビや舞台にもなった。ありがとうございます。